planking. 何これ？これはプランキングという海外ミーム。このようにいろんなところにうつ伏せするのが、オーストラリアを中心に世界的にブームに。ほえ、日本においてはそれほどブームにはなっていないが、我が国で認知されたのは LINE の絵文字。ああ、なるほどな。これは一体何に使う絵文字なのか。その意味不明感がちょっとだけ話題になったな。初見で見たら、確かに意味不明だね。いろいろとまた解説したいことがあるんやけど、試写がないので今回は別動画で解説するで。ネットミームカルタディープはコメント欄から。ではなくこれから始まるよ。では始めていこか。シームレスイエー。というわけで今回はネットミームカルタディープ、プランキングについて深掘り解説していくで。レッツプランキング。じゃあ解説始めていくよ。ツッコめや。なんでやねん。ありがとうよ。それでいくの。せっかくなので、日本においてプランキングが話題になったのは2014年頃。この謎の絵文字は一体何？という疑問からやな。もう結構昔じゃないか。しかし、当然ながら海外での歴史はさらに古い。そもそもこのプランキング、ググってみると下絵ごっこと訳されることもあるそうや。ほえ、さらに下絵ごっこを英語にするとプレイングデッド。韓国をはじめとして、このプレイングデッドという文化が世界に広まり、様々変遷を経て、プランキングというミームに至るわけやな。韓国の初めなんだ。しかし、この下絵ごっこというもの自体は日本発祥らしい。マジ？こんなの知ってる日本人の方が少ないのに。そう。そして元ネタとなったのがこれ。皆さんご存知クレヨンしんちゃんやな。この下絵ごっこか。これを韓国の若者が真似てネットにアップしたのが始まり。そして、2003年に韓国のバラエティ番組がプレイングデッドについて取り上げた時、クレヨンしんちゃんが起源として語られていたとか、これは意外だな。もちろん、まだこの時点でプランキングという用語は誕生してはいない。というか、ネットミーム的な概念も、この頃はまだなかったであろう。ただの流行りみたいな。そうそう。当時韓国もインターネット黎明期。しかし、デジタルカメラの普及もあり、この文化は韓国国内でどんどん話題に。さらにこの韓国で流行ったミームは世界へ拡散。2004年頃に、フランスでもクラブホントと呼ばれて流行し、2006年頃に、Facebook ではライングダウンゲームと呼ばれる。最初は自由な姿勢でみんな死んでいたが、Facebook で流行し始めて、徐々にこの気をつけの姿勢で写真を撮るのが定番になっていったみたいやな。なるへそ。そしてプランキングという言葉ができたのは2008年頃と言われる。オーストラリア在住のニュージーランド人、ポール・カランさんが最初にそう言い出したらしい。そしてテレビ番組で取り上げられたり、スポーツ選手がやったりと、この無意味な遊びは世界的に認知度を得ていく。なるへそ。しかしなんでこんな長い時間をかけて広がっていくんだろう。これは最初に韓国で流行り出した時から言えることやけど、この時期にインターネットの文化が急速に発達していったのも大きいな。ああなる。世界的にデジタルカメラの普及タイミングやネットカルチャーの成長、さらには SNS の爆発的な広がりに見事に乗っかったミームと言えるやろうな。確かに、2000年代からの流れだね。さらにスマホの登場で、広がっていく速度もプラスされただろうな。その通りやな。そして本家クレヨンしんちゃんから長い時を経て、日本にも意味不明な形で逆輸入されたと。本当に世界一周してきたね。現在このプランキングというミームが落ち着いているが、ネットミーム研究家としては、ネット黎明期に世界的に拡散されたミームとして、非常に重要性が高い一例やと思ってるで、研究家だったんですか。ちなみに、プランキングが原因で死亡事故も起きているので、これからプランキングしようという人は気をつけてな。誰が真似するのよ。というわけでご紹介してきましたプランキング。いやー日本発祥なのに、日本人が知らないとは驚きましたな。日本はネットミーム的に割とネタにされがちな気がするで。まあアニメは世界的なあれだからね、しょうがないね。ネットミームカルタディープは今後も気が向いたらちょいちょいやっていきたいですが、再生回数が取れたらな。海外ミームは今まであまり取り上げてこなかったけど、日本のミームともつながりが深いものも多いからな。これからはじゃんじゃん取り上げていくで。あいよ。というわけで今回はこんなところで、まったのー。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。コメント欄から気軽によろしくね。それじゃ、まったのー。まったのー。